今週はイギリスの日本文化イベントハイパージャパンからの質問ということで、はい、早速行ってみたいと思います、はい、アニメに出てくるフレーズで好きな日本語の言葉、海外の人に覚えてほしい日本語ありましたら教えてくださいということで、せっかくなんでその盾の勇者成り上がりのフレーズから、うん、まあ、ラフタリアっていうキャラがいて、はい、その因縁の相手がいるんですね、はい、でその人にこう、まあ、すごい嫌な思い出とかがあって、はい、でその人をこう、まあ、殺してしまおうとするわけですよ、はい、でその時にこう主人公の岩谷直文が止めるんですけど、はい、そこでそのお前が強くなったのは剣だけじゃないだろっていうセリフがあって、まあ、それもかっこいいんですけど、もう心も強くなってんだろっていうセリフと、あとその後にそのラフタリアと岩谷直文ってこうお互いがお互いを信用し合ってその絆が強くなっていくみたいなところなんですけど、そのお前が信じてくれたから俺はここにいるんだっていうフレーズがあるんですね。それこれ結構その盾の勇者成り上がりのアニメの中でもすごいこうターニングなところだと思うんですけど、このフレーズ言う場面はちょっと思いつかないですけど使う場面あでもあるかもしれないよ、あるかもしれない、お前を信じてくれたからっていう、ここにいたんだ、うんうん、これはすごい好きな言葉ですね。でもすごいいい言葉、本当に、うんうん、すごいいい言葉ですね。ただやっぱり海外の方に言って言うとちょっと難しいですもんね。そうですね、そうですよね、短い言葉覚えてほしい、アニメとか関係なく言葉、あ、ね、アニメもし関係なかったら、うん、なんだろう、なんかある、豚骨ラーメン来た、会社来た、豚骨ラーメンですね、やっぱやっぱそうだよね、やっぱそうだよねじゃないわ絶対違うでしょでも多分海外の人いたらすごい可愛いと思う、豚骨ラーメン、あ、可愛い、絶対可愛い、はい、豚骨ラーメンが食いたいんだって来てくれたら嬉しいかもしれない僕神奈川なんで、はい、豚骨ラーメンすごい有名なんで嬉しい、嬉しいです、はい、家系ラーメン、家系ラーメン、確かに、はい、嬉しいです。